チップス91、プライム10、アラトムです。二つの関数があって、その交わりをまとめようということですけども、まあ一番簡単な方法はルート関数で、かつ一番強力な関数だと思います。二つの関数の議算をした答えが0になるルートを、その引数 x がマイナス1から0の範囲で見つけてくださいと。と見つけてくれると答えが x1 になるんで、それをやってみると、この赤になるということで、赤の点。で、x2 についても、2つの関数の x が2から5の範囲で、0になるところを探した、その場所を x2 とするぞという。注意すべきことは、このどこからどこまでというやつがもしないと、例えば2と3とかすると、交わったとこないので、これが2と3だと、エラーになっちゃうと。それからルート関数には、いろんなアルゴリズムが入ってるので、こういうふうにして X でルートになるところを見つけてくれということもできたりしますけども、その場合には X に対して、あらかじめ適当な数値がないといけないと。ところが、そうすると、まあ、この答えは助けのもとになってはおりますが、ここの期待したところではないと。かつ、今、x の関数を0にしてしまったので、こちらも0の時の1だけになってしまうので、まあ、この場合には、どこからどこまでというやつを、書かないよりは書いて、明示的に、かつ、2と5みたいな、プラスとマイナスが逆になるところを入れてやらないと、正しい答えにならないということが、注意点であります。まあ、これがうまくできたとすると、ある関数ととある関数の筆談をした関数をさらに定義してやって、ある関数ととある関数と筆談をした関数。そうすると、0になる点、つまり交わってる点は、この緑の引き算した関数が0になる点なんで、この0になる点を、どっからどこまでの範囲で見つければいいと。ところが、いちいち、こことここ、こことここ、こことここっていうふうに、場所を指定するのは難しいので、もしくは面倒なので、どうするかというと、初期値と最終値を決めておいて、その刻んしたやつの、初期値から線分のその差分ごとに、交点があるかないかというのをルート関数で見つけていくと。で、トライオンエラーを使うことによって、もし、交わっておるところがなければ、何というのを返すと。そうすると、何が、これがないときには何、これがあるときには数値となるので、フィルター None を使って、その None を消すと、この答えのところだけやっていて、ここにあるように、交わったところだけが見つかるということになります。はい、以上です。